6時半から配信するっていう配信予約を入れてみました。実は配信予約を昼食15分前に入れてみましたね。ええらいって思って見つけた配信予約、あ入れてるみたいな。ねえポポちゃん、目の前にポポちゃんがいます。ヤッホー。ケフィアって何、ケフィアってさっきからなんかケフィアですみたいな。ケフィアって何、ゲリラの待機語ってケフィアなの。5分前に気づきました。天才かもしれません。配信ありがとう、ありがとうございます。そんな気づいてくださってありがとうございます。そして配信にまで足を運びありがとうございます。ねえポポちゃん、本読んでるの、読んでるの。なんならこの配信でもひたすらに読み続ける配信しちゃうぞぐらい。ねえポポちゃん、そんぐらい読んでます。ねねえポポちゃん、本当にもうギリギリ、本当に寝落ちギリギリまで耐え続けながら読みました。本当に危なかったです私。通知来たならよかった。よいしょ。ぽちゃん、そう本当にもう寝落ちするのではってぐらいやばいです。これはギリギリです、もう助けてくださいってぐらい寝そうで頑張って目ん玉なんかおいぼやけてんな、頑張って目ん玉かっぴらいて、どう頑張ってもぼやけてた、目ん玉かっぴらいて頑張りました。ココちゃんって猫、あ、ポポちゃん。ココちゃんって猫。ポポちゃん。ごめんね、ウサギなの。面白い、ちょっとじわっちゃった。誰でもそんな面白い、ちょっとココちゃん。5月28日写メ会とサイン会、当選したリコちゃんのサイン会楽しい、初めてなの、よろしくね。初サインを書かせていただけて光栄だわ。おおすごいすごい、めっちゃきのこさん金色のハートありがとう、ハヤトさんも金色のハート、ハリもだるま金色だるまありがとう、すごい金色だるま。ふるさと楽しいです、ふるさとねえ。ポポちゃん、ポポちゃんウサギです、ウサギのポポちゃんです。本当にもう眠ってしまうのではってぐらい頑張って頑張って目ん玉かっぴらいてね、ポポちゃん目ん玉かっぴらいてました。つよさんバラありがとう。うさぎのポポちゃんね、そううさぎのポポちゃん、毎日かわいい。同じことうさぎ歌さっき家族でも歌いました。うさぎおいしい、ふるさとで来たんでしょと、うさぎでうさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川。ひろしげさん優勝ありがとう、優勝ねえポポちゃん。私の語彙力ねえポポちゃんしかない。今日って2月、間違えた、4月24日ですよ、ね、貝柱さん金のハートありがとう、ケビンコリーも金のハートありがとう。りょうだいさんすごい、待って今タコが歩いたの見た、すごかった、りょうだいさん金だこや、金だこありがとう。え今から会社に戻る、残業する、ピア行かないで、悲しい。タコギフト一番ゴージャスだった。りょうたさんレインボースターありがとう、なべさんハートありがとう。えみゃんこ先生すごいね、金のだるまコロコロ転がるんだ、ありがとう。残業は悲しい、規則いっぱいで怖い。
ほんとこのルーム貴族だらけだよ、怖いよね。後ろに貼ってた習字外したんだね。実はこう別の壁で、そうまた戻ればあの習字あるんですよ。別の壁なんだよね、ポポちゃん。飼育員やったことないですね。なんかもうね、飼育するものがなかったような気がする。もの飼育する生き物なかったような気がする。どうだっただろう。カメさんのお世話してたかな。いや、してなかったな。ねえポポちゃん、ねえポポちゃん、ずっとこれです。実家の私ずっとこれ。何にもないけど共感をポポちゃんに求める。ねポポちゃん、うちあるある、駆動機あるあるです。これ習字は何段なの。めっちゃ上手だよね。嬉しいです。習字はもうなんか8段超えて特待生みたいな域まで行ってしまいました。ねポポちゃん。みゃんこ先生ハートありがとう。ポコちゃんって言うの。イエスマン。ポポ、ポポ、ポポだよ。POPO でポポだよ。究極イエスマン。あ、マンです、マンです。ポポちゃんはマンです。男よね。ポポちゃん男です。達筆嬉しい。ポポちゃん男だよね。もうまたなでなでタイムです。もう永遠になでなでします、この子。影になっちゃう。本当にボタン前にしてバブになる。わかるよね、バブになっちゃう。ねポポちゃんって言っちゃう。ポポちゃんま、ポポちゃんま、ポポちゃんま、なんだから。こんばんは皆さん。どうする。え、肉はでももういただきすぎちゃったので。ねポポちゃん、私もうジョジョ園だよ。山猫坊主さん、金だるまありがとう。ほらもうハゲになっちゃうよ、ポちゃん。右手が疲れたので次は左手で撫でます。山猫坊主さん、金だるまありがとう。ポちゃんは4歳になりましたね。ポポちゃん4歳、うちに来ても4歳。私顎にほくろありますよ。ちょっとこれはちょっとあの潰したニキビ跡ですね。悲しい、悲しいです。ほくろはでもここら辺にあった。でもどっか行ってるような思える。ちょっと顎にね、潰したニキビ跡がいますね。かさぶたになってます。かさぶらんかになってます。お肉美味しかった。お肉でももうちょっと食べ過ぎマンなので、食生活をちょっと変えなければなと。今のところまあ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 ってぐらいに思ってます。プロテイン飲んでるよ。でもなんかプロテインを飲むとすごいなんかお腹の調子が悪くなるように思えるんですよ、ね、合ってないやつなの。バルクスはいいんですけど、他のやつ、他のなんか無印みたいなやつ、どこのか分かんないみたいなやつを飲んだらちょっとなんか調子が悪いように思えて。なんでかな、ボボちゃん。タンパク質質の摂取、やっぱ高エネルギーと高タンパクな食事っちゅうやつですか、これ。うさぎおいしかの山、こぶら釣りしかの川。タンパク質大好き、お肉好き。で
でもタンパク質が改めて大事だということを学んで、タンパク質を飲み始めるようになって、なんか調子がいいように思います。心、体、撫ですぎやないの、本当に。ポポちゃんが満足いくまで私撫でるのが私のお仕事です。ね、ね、ポポちゃん甘えん坊なんです。お、ゆで卵、どうやって作ったの？ゆで卵、ゆでた、人生初、今まで作ってこなかった。ゆで卵、ゆで卵、ボイルドエッグ、ボイルドエッグ、早く新アーシャにならないかな。新アーシャ早く皆さんにお披露目したい。どれが選ばれたのか分かんない、どうしよう、なんかみたいな笑顔のやつが本当に選ばれた。ゆで卵本当に電子レンジで作るんですか？爆発したらどうなるんですか？家燃えますか？家燃えるの？ゆで卵作ったと、卵とかレンチンしたら家って燃えるんですか？待って、ほらふわふわすぎて、ほらこんなことになってるやん。ポポちゃんどうしたん？ふわふわ、大きい音がする。オーブントースター、ゆで卵作る、目から鱗でしょ。あれ本当にちょっとやってみてください。え、撫ですぎて結構毛抜けるんですよ。だからそう、ちょっと心配です。爆発、わあ、人参、ピーマン、しめじの肉巻き、絶対ご飯も炊いた、偉い、偉すぎるやん。こんなんノーベル賞です。 You got ノーベル賞、すごいね。タワーで盛り上がったからショールームさん、今度はだるま祭りを仕掛けてきた。ほんとよ。え、ちょっとしめしめみたいな、そういうことかしら。いやー、でも今回私はちょっとお肉よりヤンマガでいこうかなと。ぜひ皆さんヤンマガポチってみてください。ウサギは、え、突然ぴょんぴょん跳ねるよね。え、ぴょんぴょん跳ねます。ポポちゃんも体をひねって飛びます。ツーです、ハートありがとう。ねえ、ポポちゃん、ヤンマガレンタルぜひ延長して、嬉しい。ズーデスさん、だるまありがとう。ね、金色、金色のジャージが欲しくなりますね。金色のジャージなんてあるんですか？お、お、寝るの？丸くなっちゃいました。ポポちゃんが、ポポちゃんが丸くなっちゃいました。確かに黄色のジャージは確かにちょっとドンキに売ってそうです。丸くなっちゃった。うん、黄色、みょんみょんみょん、ハゲるどこんな鼻で撫で方した。オイラも撫でてくる、いいよ。プープー鳴くようになっちゃった。聞こえる、寝ちゃいました。みっこさん結構、はい、おしまい。リピッチさん、みっこさん結婚してどうしよう、どうしようかな寝かしつけるの上手かもしれん。寝と、なでとったらさ、寝てくの本当に可愛いよね。寝ちゃった寝かしつけるの上手かもしれん。
おやっきーさん金のだるまありがとう。ポポちゃん結婚して、そうグーグー言ってる。ポポちゃん結婚しますか、ポポちゃんあっちでもいびき、犬です。いびき配信だ本当に。15日、15分だ。ありがとうございます。130日ありがとうございます。退勤しました。睡眠術マスターですね。本当にいびきがすぐ聞こえるよね。工藤家の日常茶飯事です。一光さんだるまありがとう、ありがとう金のだるま、うん、ほら自分のいびきでびっくりするんですよ。ブーって言って、うん、ってでも寝るっていうサバトラ猫さんハートありがとう。お、え、かわいい、うん目覚めた。おりちゃん I love you ってありがとう、かわいいキューピット、かわいすぎ。ぼやっきーさんハートありがとう、すごい。ハートは無料？起きた、起きたのね、起きたの。ハートは無料なのならいっぱいハート投げてくれたら嬉しいな。おい I love you かわいい、これキューピットがパンパン I love you ってかわいい、ありがとう。サラマソレ、え、インドネシア語サラマットって言うんだ、こんばんは。へえ、サラマソレ、フィリピンでサラマはありがとう、サラマッポー、ありがとうございます。私のお腹が鳴ってるように思った。え、やばい、ゴールデンだるま祭り3位になってる、どういうこと。大丈夫ですよ皆さん、私は多くはいただけませんから。ハートは無料、チャレンジで期間中7回もらえるよ、ぜひもらってきてね。お腹が鳴ったかと思ったお腹がなもう鳴りすぎ、うんみたいな、プリプリプリ、かわいい、プープーをなってる。あっちでもワンコのいびきなんですよね。あっちでは、でも今うさちゃん起きた、今あっちに行ってますね。そして帰ってきた、当選もしてるね。ポンさんハートありがとう、だるまもありがとう。ポンさんだるま嬉しい。ママが今はバランスボールに乗ってます。いびきステレオできる？すごい、だるまイベントはすごいですね。貴族ではないので無料ギフトはすべてリコチ姫に。ははー、ありがとう。パカラパカラ走ってる。ここ当選簿しててごめんなさい。ジャーキーさん金のだるまありがとう。金だるま。リコちゃんのポケモンニャオハ、ね、クワッス、いやホゲータにする。私そう、もしポケモンSV するならホゲータにするって決めてる。一向にしてないけど。50万ポイントで、え、
ゴールドマンゴーかな。マンゴー、うわ、でも50万ポイントは高すぎるだよねえ。ぼちゃんおこちまで来ちゃった、すごすぎん。ホゲータかわいいよね。たくちゃんハートありがとう。あやとさんも、あやさんハートありがとう。マンゴー、ほんと期間長いの。いつまでやってるの、いつまでやってるんですか、そのイベントって。ゴールデンウィークっていつからいつまで。ちょっとリンパマッサージ朝なんかってぐらいする。え、2週間あるの。5月7日まで。おや、4月は一旦休もう。だってお肉もたくさんもらったし、今ヤンマガもあるし、お話し会とかもいっぱい。もう私5月からちょっと様子見てやってみよう。IKKOさんタコありがとう。ゴールデンウィークって2週間長ない。ゴールデンウィーク、それもゴールデンすぎ。いやでも南国フルーツ好き、いいね。そう、今週はヤンマガにして来週からちょっと様子見てやってみましょう。IKKOさん優勝なんですか。優勝、優勝ありがとう。ちょっとね目の色が変わってきた。ちょっとマンゴーって私マンゴー好き。私わあ、ミッキーさんかわいい、ありがとう。 I love you ってありがとう。かわいいねこれ、エンジェルがさパーン I love you、 めっちゃかわいいんだけど。キューピッドがめっちゃかわいいんだけど、ちょっとほぼちゃんがここに折れるようにちょっと取りかけて。肉とマンゴーは人間の欲望すぎる本当に。ちょっとこれはねえ、おちゃんポポちゃんに共感を求める。冷凍マンゴー、いやわかる、ヨーグルトに入れたら絶対美味しいな。うわ、ドライマンゴー大好き。私も、私はビロコウさんハートありがとう。あのセブンディのマンゴー、最高級のマンゴー、最もがつくか、Most expensive? Most expensive? In the world? やばくないか？ジョジョ園もらって高級、最高級マンゴーもらったらやばいです。最高級だね、一玉1万円。5月1日から様子見てみる。まずはみんな、まずはみんなのちょっとこの1週間はあのヤンマガ、皆さんヤンマガが重きを置きましょう。ヤンマガ見て5月から、5月になったら落ち着きますしね、生誕祭終わって。楽しみになってきたね。太陽の卵なの。え、私好きな、やっぱ好きな果物ってでも難しいな。いや焼肉一人で行きますよ。え、好きな果物って難しい。今の貴族がギフト投げそう。本当に貴族すぎない？え、でもそっか、ゴールデンウィークってみんなお休みですよね。いや貴族すぎんか。貴族すぎる。加算されるのかな。確かに多分そうな気がする。無料の方はリロードすればするほど。やってみる。でも私もママも暇さえあればポチポチしてくれてる。パチ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 ちょっとやってみていただいても。確かに卒婚あるもんね。本当にちょっと生誕祭焦ってます。今日はちょっと2曲ちょっと覚え直そう。そしたら明日が楽になって、明後日も楽になって、し明後日も楽になって、本番が楽になるからね。
ょっと待って待って、50万ポイントで海鮮も松阪牛もマンゴーももらえるの？え、ちょっと待って、盛りだくさんすぎんか。何事？あ、ママからカンペが届いた。ちょっとこれちょっとみんなに見せたい。あ、ダメママからカンペが来た。カンペが、お母さんから、山形って9月30日まで延長すればいいのって。皆さんにちょっと知恵をお借りしたい。山形って9月30日まで延長すればいいのって。やばい、お母さん本気出しちゃうかも。お母さん本気出しちゃう。カンペおもろくない？カンペおもろ。これえ、ガチ貴族の食卓。え、ちょっとショールームイベントにもちょっと興味出てきた。そう、ママコリディレクターしてるね。有料の方はそうですって、 5K で110日延長できますって。延長の方、え、有料の方はそうですよって。ママっこり、お母さんが真の貴族だ。よーし、ママ頑張っちゃうぞあ、そうなんですね。なるほどなるほど。5000円で110日延長。あ、来た。D ポイントよD ポイントで、 D ポイントで延長するらしいです、ママポイント貴族だったポイント貴族でした、ママで、なんか爆笑してる人がコメント欄にいる。支払い方法バラススタイルだって、フル延長おもろいなママポイント貴族でした。ママコリと一緒にグラビアとか、そんなママママど素人ですママ絶好調すぎて好きだって。 D ポイントでできるんだって。 D ポイントで払えるんか。支払いでポイント貴族、ポイントガチ勢、ポイ活ガチ勢だったか。そうよねうんうんってそうよ、ママポエ活大好きで、実は今日私ペイペイ初挑戦しました。しかもマイナポイントでゲットしたペイペイでお寿司食べましたマイナポイントでお寿司食べましたえ、やばいねこれ。え、ちょっとさ、え、めっちゃさ元気になっちゃうよねこんなん。でもママすごい、私のグラビアにはあのどん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 って言ってくれてるねえ、ポポちゃん、こっち来たの？かわいいね。なんだなんだ、僕ポイント規則で、ポイ活上級者なの？さすがです。そう、マイナ、そう、マイナ、ええ、そこ、ああ、噛まないよ、噛まないよ、それ私の靴下よ。靴下がレースだからね。え、マイナポイントでもさ、私1万5000円ぐらいしか入んなかった。残りの5000円はどこ行ったんだ？なんでなんだろう。え、2万円入ってる予定が5000円入らんかったけど、なんでかね。え、マイナポイントさ2万円入るじゃん。私1万5000円分しか入ってなかった。あ、あー、あるんか。あー、いつかどっかで出てくるんか。あーらしいです。あ、全部やると2万。そうなんや、そうなんや。ポイ活ガチ勢の福田さん、ちょっと聞かねば。あ、そうなんや。ゴールデンカードだ。 D ポイント貯まり放題だからね。そうなの。 F ショッピングです。え、みんなさ、ポイ活うまくない？ポイ活知識多くない？ポイ知識多くない？ポイ知識。あ、使ったらポイント入るシステムじゃ。そうなんや。健康保険とか、あ、そういうことか。そういうことだ、多分そうだと。ママは今テレビ見ながらバランスボールでゆらゆらしてますだからこれは食べ物じゃありませんよ、ポポちゃん。掘らないよ、掘らないよ、かじらないよ。分かった。あ、そうなんだ。チャーリーさん、ハートありがとう。ううん、これは食べ物ではありません。敵でもないよ、噛まないよ、仲間よ。ハートありがとう。ちなみにこのゴールデンウィークの
あの金のだるまをあの楽天カード今の1万ポイントゲット、何それ、楽天カードがポイント還元いいんだ、みんなポイ活上級者すぎる、楽天ポイントがいいらしいよ、メモってるママめっちゃ面白い、あれ違う、あ、もう知ってるだってポイ活ママ上級者でした、ポイ貴族でしたあ、そうなの、チャーリーさんハートありがとう、あ、そうなんだ、なるほどね、5000円は2万円使って5000ポイント、そういうこと、なに、おー、だからツンツンってして靴下噛まないでね、わかった、あ、教えてくれてありがとう、あ、最初の5000円は2万円使って5000ポイント入る、そういうことか、プロでした、ママには勝てないって、はー、なるほどね、犬見せて、ウサギです、あ、でも抱っこできないんだよね、そう、抱っこはね、嫌なんです、すごいね、そうなんだ、みんなよく知ってますね、え、ちなみにそのゴールデンウィークの50万ポイントを達成したら海鮮もお肉もマンゴーもいただけるんですか、ちょっと目の色が変わる、いや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 、え、それとも3つ選べなす、3つの中から1つ選べるとかじゃなく3つ届くの、え、全部事務所に届く、全部です、3段階だから全部来る、とりあえずあの無料のハートいっぱいください、え、無料のハートも入りますよね、ポイントに、金色ハート欲しいな、ふう、ぴょん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 した、広重さんハートありがとう、ちょいのゴール、50万ポイント達成していた場合50万ポイントと30万ポイント20万ポイントの特典も獲得、はにゃー、ごとって落としたよね、めちゃぴょんぴょん飛んで、しかもまた来た、靴下を噛みに来ました、敵だと思われてるこの靴下、チャーリーさんレインボースターありがとう、目の色が変わりました、へえ、面白そうじゃないの、マンゴーヨーグルト、え、やばーい、アンデルセンのシールはね集めてないな、確かに10個投げたら 1.2 倍とかになったりしないのかな、確かに絶対そうだよね、でもさ、チャレンジからもらえるのはさ5個だよね、でもまあちょうど100ポイントってこと、皆さんぜひ金色のハートください、4月のうちはちょっと金色のハートで攻めていきましょう、で5月になってわーってなったら様子を見ましょう、みんなのなんか余裕がありそうだったら、あ、10個で1点でもさ、タワー祭りと同じように、でもなんかさ、すごい私申し訳なくなっちゃう、みんなのさお財布がさ、うーってなっちゃってさ、ってなっちゃうじゃん、10個で 1.2 倍、あ、5個で 1.1 倍ならいいですね、ここでポイ活しましょう、お、ガントチャートさんレインボースターありがとう、いいですね、嬉しいです、おー、リサーチャーさんハートありがとう、最強のポイ活、ほんと燃やし生活にならないように、え、ほんとなんかふるさと納税みたいな感じだよね多分、え、わかんない、なんなんかね、すごくない、だってさ、皆さんのおかげで、だって私、え、皆さんのおかげでお肉とお魚と
マンゴーが食べられるんですよ。いや、そう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 、いや、マンゴーですよ確かにお話し会とかね、ヤンマガウェブとかにもね、見てほしいし来てほしいからさ、マンゴーですよ、マンゴー。なんかちょっとふるさと納税みたいな感じ、推しメン納税みたいな推しメン納税で推しメンが美味しいもの食べられるみたいな、そういうことですよね。これ推しメン納税ですよね。例えばこのポイントが全部グラビアに換算されるとしたら、これはね、はい、あママがマンゴー買ってあげるからってヤンマガの方が、あ、そう、あー、お話し会とかね。じゃあちょっとこれは皆さん、ちょっとお日様おじさんハートありがとう、考えていきましょう。やっぱちょっとこれはお話し会とかグラビア、ちょっとヤンマガウェブお願いしますにしましょう、やっぱり。そうね。でもね、もうや今ね、ちょうどお話し会の再販終わっちゃったんだよね。ママ NG 出ちゃった。マンゴー買ってあげるからだって。マンゴーやん。ねえ、だからこの靴下あげようか、ポポちゃん。この靴下でも推しメン納税ってすごくないです。アンドーナツさんハートありがとう。え、私もそれ買えばよかった。どんな味？普通。ああ、普通。まあ、ママ今マンゴーのアイス食べてますゆうやさんハートありがとうでも、あ、ポポちゃん飛んだ。黄色のハートめっちゃ嬉しい。アンドーナツさんもハートありがとう。じゃあ50万円分のヤンマガをよろしくお願いします。いや、タイムリーすぎる。推しメン納税やばいね。ゆうやさんも黄色のハートありがとう。二度よっちゃった、言っちゃった、うん、おもろいね推しメン納税返礼品、確かに返礼品が推しメンの笑顔。大丈夫？あった、ツンツンしないで。返礼品結構、うわ、それはもうね、重課金者しか無理だね重課金者って言い方もやばいけど、いや、それは私への愛が重い愛をくれた人のみですよ。来た、回ってきた。おお、ツンツン。この靴下敵だと思われてる。確かに。バリーさんハートありがとう。笑顔の返礼。パンダの回遊もあるの？怖っ。ゴールデンウィーク高額納税者の、あの、特典怖い、ほんとにやばいやばい。あ、美課金、経過金、中課金、重課金、廃課金、怖い。廃課金もうだって何、天に収入の 99% をなんか推しにみたいな、そういう人がもう廃課金ですか。バリーさんハートありがとう。確かに写真集いいですね。お肉よりマンゴーの方が高級なの。チコがチコイ納税、チコがチコイ税が導入。そう、廃課金なんて。確かにパンダが自宅に来たら怖いよ。マルコさんハート、金色ハートありがとう。バリーさんもハートありがとう。すごいね、金色。まあでも私はヤンマガウェブをよろしくお願いします。無料の方でもポチポチしてくれたら嬉しいし、レンタルももちろん嬉しい。何ジフ取るって。わあ、トンちゃんパパハートありがとう。
マンゴーの方が、マンゴー、もやしちょっと、私もヨーグルト自家製でひもじく頑張るから。でも確かにヨーグルトって高級品じゃないですか、私はそう思うんですが。そんなことない、ヨーグルト、あ、でもそっか、ヨーグルト、いや高級ですよヨーグルト。マンゴーも自家製に。マンゴー植えますか、ついに。マンゴー植えちゃおう。焼肉配信を見ながらもやしくん。でも私も本当に頑張ってあれを食べますから。私も叙々苑頑張って、何か頑張って叙々苑食べます。マニャさんハートありがとう。やっぱ理由がないとね、叙々苑なんていただけないです。え、焦った、オイコス無限に作れる魔法を覚えたい。焦った、無限に作れるのかと思った。オイコス作れたらもうチキンラーメンが贅沢だな。でもチキンラーメンも贅沢だよ、美味しい。え、たまにチキンラーメンめっちゃ食べたくなりません？しかもちょっと硬い感じのチキンラーメン、硬いのがちょっと残ってる感じ。ビニールハウス作ってマンゴーを食べる。え、ちょっとさ、麺が硬いぐらいのチキンラーメンめっちゃ食べたくなる。わあ、いちごとさくらんぼめっちゃいいね。いや、理由なく徐々に行けるようになったら貴族。おえこす私も好き。そのままはまだ食べれんけどね。え、確かに徐々に、え、優しいこと言ってくれるね。徐々にはすでに頑張った結果じゃないのって。いや、みんなが頑張ってくれた、私はその恩恵を受けた。だから本当にありがたい。え、チキンラーメンさ、バリカタ煮ないの？本当に煮ずに食べるんですか？浸してとか？煮ないってことはちょっと湯に浸して食べるみたいな。え、ちょっと固めの何？え、何これ、ごめんなさい、当たりました。何何これえ、めっちゃ面白い、これ3期生ちゃん、あめっちゃ面白い分かったで、ね、工藤森杉ひなちゃん分かったで、ね、工藤やってほんと焦って、ごめんなさい、当たりました。
今ね一応定型文がねここにあるからおっしゃったみたいな全然全然いっぱい押して全然めっちゃおもろいめっちゃ面白い面白い森末ひなちゃん森末ひなちゃん面白い面白すぎるこれはプチッみたいなあ工藤さんみたいなリコさんリコチさん配信されてるみたいなうんねねねね見てプチッあーあーその情景が思い浮かべたらめっちゃ面白いあーすいませんすいませんおチャッピーさん来たウサギが来たあ攻撃されるあ攻撃される敵じゃないよ情景が面白い情景が浮かんで面白いチャッピーさんハートありがとう金色ハート嬉しいめっちゃ面白いめっちゃ面白い私も今度配信見に行こう面白いなあ分かったで駆動ってめっちゃ面白いめっちゃ面白いめっちゃ面白いすまんの駆動全然すまんの駆動でいいですよ面白いごめんなさいめっちゃこんなつってなんかつってちょっとねびっくりさせちゃった、ね、面白い今度話せる確かに話せるねすまんな駆動面白い面白いめっちゃ面白いですちょっと今日一笑ったかもでも他にもあってパシェが恋ラジだったじゃないですか他にもねママと一緒に笑った話があってあのパシェが今日恋ラジじゃないですかねそれであのリコチはまだスーツ着てるのみたいな感じでスタッフさんにめちゃめちゃ聞かれたんですってで放送中とかにもめっちゃ聞かれたらしくってそしたら私の担当マネージャーさんがパシェと同じ現場でまた掘られた靴下敵じゃないからねこれ敵じゃないよそうあの同じ現場らしくってそしたら話に入ってきたみたいで工藤さんは今ふるさとにいますって言ったらしいふるさと私のマネージャーさんが恋ラジのスタッフさんとかに工藤さんは今ふるさとにいますなんだって面白いこれで大爆笑しましたふるさとって言い方が面白いですねだから私もこれからあのふるさとにいますって使おうと思ってもうレッドさんだるまありがとう金色だるまかわいいこれやばいぞめちゃめちゃ投げ込まれてるかもありがとうレッドさんだるまありがとうねふるさとの響き好きだから私もこれからふるさとって言おうって思ったねえぽぽちゃん何今か黄昏れてたね今黄昏れてたよな今このあ逃げられたでもなんか遠いところにいるみたいなニュアンスになるよね工藤さん今ふるさとにいますなんか心がちょっとなんかちょっと落ちてしまってあの遠いなんか森がたくさんあるような家に実家のなんか帰ったみたいなさそんな感じするよねふるさとにいますなんか故郷よりも山にいる感じするよねふるさとめちゃめちゃなんか森にいるみたいな野山駆け回ってほんとうさぎおいしかの山って感じふるさとほんとにだるまありがとうすごいだるますごいなんかメンタルで休業してる感じなんか出るよねふるさとにいますってなんか国より遠いとこにいる感じするよねなんか心の距離の問題もなんかふるさとには感じられる心の距離も遠いところにいる感じがするレッドさんだるまありがとうポツンと一軒家出身地にいますの方がいいかなえレッドさんたくさん金だるまありがとう
金色だるまを投げるイベントなのですね。確かにね、だるまの動きもちょっとキモくて好きって言い方やろ。確かにみたいな、ちょっとなんかブラウン運動出したっけ、なんかさ、めちゃめちゃさ、分子か何か、なんだったかな、科学かなんかで治ったさ、なんかさ、振動がすごいやつ、これなんだっけ、ブラウンみたいな、これをなんか、ブラウン運動、ブラウン運動ですか、これ。国に帰らせていただき、ちょっと待って、犬のいびき。あ、うさちゃんももう寝床に着きました。人里離れたところにいるよ。どこに行ってるねん、カズハ。ブラウン運動で会ってた。お、すごい。私、マニョさん、金色だるまありがとう。ブラウン運動知ってたんだ。ブラウン運動って久しぶりに聞いた。お、正解、ブラウン運動やってるけど、ほんとすごいことなのこれ。ブラウン運動ってな、分子が言える、何でしたっけ、何が震える、なんか震えることでしたっけ、なんかあったよね。ゆうさくさん、ありがとう。だるま、ちょっといびきが、リケジョが出ちゃったかな、ちょっと科学で習ったブラウン運動出ちゃった。うん、うさちゃんが、うちのは今そこにおるって、ブラウン運動私がなんか勉強してる時にブラウン、私がそう、なんか、あ、ハートが震えるんか、わお、ワトーさん、あ、すごい近すぎちゃったかも、ごめん。そしたらピントがすごい、14すごいかも、今ピントが合うの、うーんみたいなしましたよね。ワトーさんありがとう。タコ、金色のタコありがとう。ちょっといびきが、粒子が不規則に揺れるやつなの、分子が震えてそれが温度になるやつ、なるほどね、不規則に揺れてランダムに運動する、そういうこと。いびきやばい、カビゴン的ないびき、これはうちの子です。いや待って、谷口ひろや仕事終わりました。何の報告。めっちゃ面白い。何の報告これ。お仕事お疲れ様。なんか業務連絡が来たんかなって思った今。家族への LINE みたいな感じ。なんかちょっとお疲れ様です。どこかのゆうじさん、だるまありがとう。ブラウン運動だるまだねこれ。マニョさん、ハートありがとう。バリーさんも金ハートありがとう。面白い、こうなるね。バリーさんも黄色ハートありがとう。すごい、10個も持ってるの、そんなに持ってるの、すごい。バリーさんもハートありがとう。マニョ、柿の種食べ終わりました。なんかやばい、ちょっとなんか業務的報告連絡が、なんか業務的な報告コメントめっちゃおもろい。あ、犬の犬種はキャバリアちゃんです。キャバリアのつぶらちゃんです。女の子なんですよ、ちっちゃい子なんですけど、あのすごいいびきかけます、寝るとき。謎報告祭り。やばい。謎報告する会開催します。広重洗面台パイプユニッシュしました。家事頑張ってて偉い。やばい、業務報告大喜利なんか、へそ、着替え中にズボンから足が抜けなくなって転びやした。いや、めっちゃおもろい、どういう状況、足が抜けなくて転んじゃったの。頑張って。うちもキャバ飼ってる、え、おそろい。うちの子はブラックタンです。黒で茶色のマロがついてる。一つの人は天丼食べてます。僕、歯磨き終わったよ。5歳児ボイス、オイルサーディン、ネスカフェ飲んでます。ちょっとなんかおしゃれじゃない。おしゃれ。分かったで、駆動、米震える。なんか震える、なんで。今日から仕事の安全靴、新しいものにしました。たかし、今ご飯解凍してます。いいね。キャベ行ってきます。うん、
ブレインハイム、ブレインハイムって何？ブレンハイム何色なんだろう、白とか。ブレンハイム。カズ、お風呂が沸きました。トゥルルン、トゥルルンニャン。ポンソン、お風呂が沸きました。渡辺、5000歩歩きました。メスシリンダー洗い終わりました。どういう家？メスシリンダーでなんか水とか飲んどる、もしかして。アツシー、サシー謎コメント。私の名前はヨウです。 Google ピクセルを使ってます。使ってないんかい。あの消しゴムマジックやろ、消しちゃえみたいな。あー、この子か。敵だね。敵らしいよ。いやー、そっか、可愛いよね。ハチワレ。新幹線で電波が悪いです。玉丼うまかったです。あ、玉丼うまいよね。え、卵の丼ってことでしょ。卵丼も美味しいよね。私も大好き。お風呂連番された。自分納豆にネギ入れすぎました。え、納豆にネギ入れるとこ押せる。私も納豆にネギ入れて食べるのが好き。帰り道父親とすれ違ったけど無視しました。無視したの、やばい。無視せんで餃子行きます。うん、焦り口ないと悲しい。お、これから筋トレします。えらい。 Bluetooth 切れて、お、 大音量でリコチの笑い声が職場に響き渡りました。ハート。Bluetooth 切れんで、ほんと大喜利みたいになってる。リコチ、足がしびれてソファーの上に足を置きました。うん、面白い。みんな大喜利、みんな大喜利得意だよね。スイリピーナッツ売り切れでした。みんなさ、なんか報告があります系のさ得意なんじゃない、大喜利。夕食に賞味期限の切れた卵を食べました。あー、めっちゃ面白い本当に。パパ、靴下を攻撃した。本当に攻撃するのよ。めっちゃ面白い。大喜利ですか。え、今考えたら後輩ちゃんにさ配信見られてるのかなと思うとちょっと恥ずかしいです。ちょっと恥ずかしいです。ちゃんとした配信できてました。から上がりました。昨日からダメだった。ネット接続が回復しました。タッキー、タンスの角に足ぶつけました。かわいそう。あ、そうなんですね。ちょっと行ってみたいな。海洋生物靴下、うん、フリフリついてるんだよ。それに反応してたかな。どう、いや、面玉丸。面玉丸。食生活アドバイザー、お、食品アドバイザー、一般社団法人FLA ネットワーク協会です。え、すごい人やん。牛乳を常温で1日放置したどうなる、どうなるのそれ。ズーデスさん、金色だるまありがとう。ブラウン運動だるま。駅のホームでイチャついてる高校生カップルを見ました。爆発しろとは思いませんでした。えらい、もう素敵な心じゃん。悟り。私もなんかあのイチャついてるカップルを見てウェイみたいな感じにちょっと心の中で冷やかしたりしてます。ウェイみたいな、楽しいかいみたいな。そういうゲームをなんか駅とかで見ると、なんか駅とかでなんかこれから旅行行くのかなみたいな、なんかそういうなんか男女を見るとウェイって楽しめよみたいな感じに思ってます。女房に怒られて瞬頓してます。かわいい。夕凪、今日あった倉敷のリリーベで日焼けをしました。アロエ塗れ、アロエ。攻撃しないで。あ、ペロペロされた、かわいい。ペロペロしてくれた。壁ぶつけて激痛、号泣やん。絶対ずって手をつないできそうなイメージ。私どうやろ。うさちゃんに乗られた。いや、もうね、あの人力車みたいな感じに移動する。怖い、本当に。なんかもう貴族じゃん私。姫なのでモバイルオーダーで一駅隣のお店にお渡しました。悲しい。取りに行くんですか。ヌートバーさんホームラン打ったの、すごい。噛まないでね。噛む、
大丈夫、まだ片方の小指がある。うん、切る。んえ、ヌートバーさんすごい、あんたおもろいでくど、コメント欄のみんなが面白いんよね。今日桜の散った桜の名所散歩してきました。どういうこと。え、そんな攻撃せんでええやん、ジャージに可愛い顔して。よいしょ、あ、邪魔か、ごめん。それは地肌やで。なべなべ所長、だるまありがとう。ブラウン運動だるま、ごめん邪魔よね。こうしとくわ、こうしとこ。20分かけて取りに頑張ったね。うん、何何、科目別過去問題集2023番3級200問2500円注文販売です。ええすぐ気に入る。何通学がない、本来通学ないよ。グールじゃないか、グールなの。私もうずっと右目が痒いんですよね。花粉症なのかな。そんな靴下一点見つめせんでも。おりちゃん金色ハートありがとう、かわいいね。金色いいですね、金色。今日は本当に寝落ちしなくてよかったです。うさちゃんみたいな杉用の噛むおもちゃってあるのかな。あ、もうどこでも、あ、ワンちゃんみたいなうさぎ用のあります、あります、なんかあります、いっぱい。けどもうね、各地を噛んでる。で道を作ります。目は直にか、本当に言っとる、角膜ねえポポちゃん。それは鉄や。それは鉄や、やっぱ花粉なのか。ここ撫でててもいい、花粉でなのか。今ずっとポポちゃんを撫でてます。何？撫でられる気分かな。かわいい。1500円引くに引けなかった。え？高くない？引くに引けなかった。それは惜しいですね。交差か。交差されちゃった。うんうん。何？何何？おてて、こっち。かわいい。お顔が撫でられたかったか。ほっぺたがね、もちもちなんですよ、うちの子。推しの子って面白いです。見ようかな。漫画勢も原作の方もいい。おー、なべなべ所長、だるま金だるま、ブラウン運動だるま、ありがとう。いりませんなんて言えないよね、レジまで持ってさ。はあってね、30分あったから塔で見直す。バス停まで150円とかした、すごっ。それは素晴らしい、それは素晴らしい。バリーさん、だるまありがとう。すごい報告も、ちょっと両手が塞がってて、やっぱ転生系面白いよね。小芝居、財布がないって小芝居、確かに小芝居。おお、うさちゃんが逃げた。小芝居、ブラウン運動だるまってもうね、名称になりました。ゴールデンだるまとかそんなんじゃない。すごい、なんか3級理論問題マークシート形式50問売ってるんですか。ジャンププラスで、え、無料でね。そう、読んでたけどね、やめちゃった。
私のジャージ舐めてくれるの？なでなでの返しですか？マッシュル、あれは怪獣人間8号ってそんな漫画なかったですっけ。リコペディアが増える。確かにブラウン運動だるま、すんごい、なんかブラウン運動ブラウン運動だるまはかなりあれじゃない、ちょっとニッチな、なんかマニアック。ブラウン運動とか、あとゼラチン、なんかこういうのあったような気がする。ゼラチンとかさ、なんかゲルカ、そういうのもセットで覚えてたような気がする。そこら辺の教科書。ケイケイさん、黄金だるま、あ、黄金ハートだ、ありがとう。ストウチのイスマさん、黄金だるま、ありがとう。パッシーさんもハートありがとう。ゴールデンハート。私が最近聞いてたエド・シーランさんのシバーズって曲が結構情熱的で、だるまは分子だったのか。あ、ゲルとゾル、え、なんでわかったの？ゲルとゾル、なんでわかったの？それです。あ、チンダル現象、チンダル現象です。それは沈む、なんか激チン、チン激、激チン、チン激、なんか沈むんですよね、固形化し、固形のもの。チンダル現象は何ですか？激チン、チン、沈殿、沈殿全然言えない。激沈ってのは沈殿とか、よく分かんなかった。沈殿だ、沈殿、エントロピー増大する。あ、コロイドも懐かしい。え、あ、うわ、めっちゃわかる。ワトさん、だるまありがとう。コロイド溶液懐かしい。グリとゴラは違うね。違うやろ。え、隕石と業石って読むんですかこれ。なんかやったような気がする。あ、工藤さんはおでん好きですか？大好きです。はあ、懐かしいです。もうめちゃめちゃ勉強してました。光、あ、お迎え来てる感ある。光降りてるやつ、あれチンダル現象なんだ。そうなんだ。なんかそっか、チン、なんかさ、光通すさ、そうや、光がさ、シュンって一方つくピーンってなるやつ、チンダル現象って。あれもチンダル現象。あ、ちょっと映っちゃった、ちょっと映っちゃった。あれもチンダル現象って言うんですね。あ、そうなんですね。ちょっとこの、あ、そうなんだ。なんだよ、あれチンダル現象なの。え、今1位のだるま祭り、怖い。ぜひショールームの前田社長にお見知りおきしておきたい。こんな人もいますよ。チンダル現象、天使のはしご。あ、そうなんだ。粒子が、粒子で光が散乱するから見える。はあ、なるほどね。スモークも一緒ですか、もしかして。なんかアイドルの、すごいピントが。あ、バリーさん、ブラウン運動だるまありがとう。え、あのアイドルのコンサートとかでスモークめっちゃ焚かれて、なんか照明ピーンみたいななってる時、たまにめっちゃかっこいい演出、照明の演出ある時あるじゃないですか。あれもチンダル現象。じゃあチンダル現象やって叫んでも、こいつ何言ってんだってならない？なるやろ、どうなってもなるやろ。うん、あ、アドバイザー情報すごい、調べてみよう。 FLA ネットワーク協会、調べてみよう。チンダル現象やって叫んでも、あれはまた違うの。和藤さん、金のだるまありがとう。スモークにライト当たって光線みたいになってるのはチンダル現象。うわー、ちょっと今、今年一感動してます。大体チンダル現象、大体チンダル現象か、大体チンダル現象、少々チンダル現象。確かにチンダル現象系アイドル、確かに火災報知器。え、
チンダル現象なんですか、あれは。あれはチンダル現象なのか否か。チンダル現象、うわーで、レスライトもレンザー、あ、でもそういう人は変わってる。レーザーが見えるのチンダル現象言ってもいいけど説明が長くなる。あ、確かにね。ヤマトさん、ブラウンダルマありがとう。世間でも事故にしかなら、本当に事故にしかならん。正しいこと言ってんのにね怖い怖いチンダル現象とか言ってる人が正しいとは思えんけど。ヤマトさん、ダルマありがとう。なかなか朝起きられないの、僕がなかなか朝起きられないのもチンダル現象なんだろうな。それは体だる現象やろだるだる現象やろ。チンダル現象か。うずちゃん、ゴールデンハートありがとう。ヤマトさんも、誰もありがとう。ドライアイスの周りの煙のようなものは空気中に水蒸気が冷やされて液化した水の粒です。はあ、消化ですよね。固形が気体になること。チンダル現象っていう、チンダル、ね、何言ってんの、チンダル現象、チンダルチキン、ごめんね、ちゃんと撫でるから許してしっかり撫でてって。ダルダル現象、チンチンって我はだるいって意味で、チンダル、チンダル現象か。それ朝起きられないのってチンダル現象。あ、お返しのペロペロですか、ポポさん。それはチンダル現象ですね。私もチンダル現象、チンダルしてんじゃねえよ、運動してないからチンダル現象、それはチンダル現象ですね。ほんと MC で何も広がらない、チンダル現象って言っても、うん、うさちゃんってそんな撫でさせてくる、今ずっと撫でてますよ私、チンダル現象の前から。おお、17,352 ポイントもゲットできたんですか。いっこさん、だるまありがとう。今何位ですって。だるまたくさんありがとう。チンダルゲシュタルト崩壊1位、やば、なんか1位多くないですか。へえ、ミーカクさん、ミーサンラン、ミーサンラン、お、山が見ました。さらに、あ、見てくれたの見惚れた、見とれま、見とれた、嬉しい。